はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、こちらのメール紹介ということで、最終上限解放されたメールね、まあ、こちらの方使ってみたけどね、おもろいなかなりねいい感じに動けたんで、ちょっと今回はこちらの方紹介していきたいなと思ってます。でまあ個人的な意見のまとめとしては、まああの水着ブローディアと相性が特にいいかな。別によく他のキャラクターとも相性がいいんだけど、特に水着ブローディアを混ぜ込んだ耐久型の編成とすごい相性がいいなっていう風に思っているのと、まああとはあれだな、純粋にこう TA を連発するから装備的に火力装備ゴリモリでも大丈夫っていうところは、僕はなんかすごい魅力的な部分かななんていう風に思いました。まあ他のキャラクター結構なんか普通にやってると連撃稼ぐの厳しいから、まあちょっとなんか連撃系をこう三ガビで一生使えるのは強いかなっていうところで、まあメルはまあ思ったところかなということで、まあアビリティの方を見ていくんですけれども、奥義効果がまあ今までは奥義使った時にトリプルアタック次ターン TA だったんだけど、まあ奥義効果がインペリテリ三アビが発動するようになりました。でさらに自分の非回復上限がアップしてます。で1アビが弱体効果無効クリティカル確率アップ回心再生っていう、まあ攻撃プラスリジェネの、まあ、回復力プラス攻撃力特化っていう感じで、使用間隔5ターンで効果時間も5ターンになったんで、まああのあれだな、スカーサハみたいな風属性のみたいな感じで永続的にバフをこう続けることができるよっていう風に1アビが強化されました。これめちゃくちゃ火力高いですね。これ優秀だった。で2アビ自分の敵対心アップ&カウンター火ダメカウンターの3回で、この敵対心アップはまああのカバウとかがなければ基本的に必ずここに吸い寄せられるみたいな感じになってるんだけど、これのね何より優秀なところ、使用間隔6ターンなんですよね。うん、使用間隔6ターンだし、メルー自体もそのサポートアビリティであの防御力が上がるんだよね。トリプルアタック時に戦士の滝レベル上昇、これで防御が上がるから、まあ、吸い寄せられても耐久しやすいっていうところでエングレーブカウンター優秀でしたね。で3アビが、まあ、効果中必ずトリプルアタック、これ2ターンですね。で、土属性追撃効果に吸収効果っていう風になってる。だからまあ奥義使用した時に3アビが発動するので、でまあ次ターンに1ターンですね、まあ、奥義発動時に1ターン消費されるんで、次ターン確定しながら追撃ダメージに追撃にさらに吸収っていう風になってる。で奥義効果使ったら自分の非回復上限っていうのが上がるから、まあかなり HP1 アビとも合わせて、1アビのリジェネとも合わせてかなり回復力が高くて、まあ耐久しててさらに時折2アビで、ダメージを吸収するみたいな感じになってますね。うん、でまあ、サポアビが TA 時に、防御アップ火ダメ減少敵対アップ火ダメージ時の奥義ゲージ上昇強化後が無効化されない。でサポートアビリティその2が、得意武器斧槍の土キャラが TA 時に土追撃効果っていうことで、まあこれ 10% 例に漏れずね、他 の, あのキャラクターもこの系統のサポアビって 10% なんだけど、こちらも 10% の追撃ですね。まあ割と強いっすこれ。これ割とねこう、まあいつかもっと刺さるかなっていう風な感じはしました。現状の、槍斧キャラクターっていうと土属性のね、まあ分かりやすいやつだったらそうだね、まあレオナとか、まあ槍キャラクターの中でも優秀かなっていう風に言われてて、まああとはあれですね、これゼタラガ、ゼタ&バザラガ、まあもしくはまあバールとかはまああの優秀かなっていう風に言われてるんだけど、まあ、トリプルアタックが発動した際に追撃っていうところで、まあ、連撃を確保できるかどうかっていうのはちょっと課題になってるかな。まあ、TA 確定持ってるの現状今言った中だとゼタラガになってるから、まあ、ゼタラガとメルーは組み合わせやすいかなっていうような印象です。まあ、他にだったらちょっと将来性あるなっていうのはサラーサですよね、当然、はい、斧武器持ちで、でさらにまあ元々 TA2 アビがね必ず TA っていう効果を持ってるから、まあ、そういう意味でサラーサとメルーはちょっと相性がいいかなっていうような感じがします。で、じゃあなんでお前水着ブローディアと相性がいいって言ってんのっていう風な意見があると思うんだけど、あのメルーの2アビの CT の問題ですね。2アビの CT が敵対心アッププラス使用間隔6ターン、さっき6ターンって言ったんだけど6ターンなんですよ。でここからブローディアの1アビが使用間隔7ターンなんですよね。つまり最初に不可侵海域を使って3ターン受けました。で6ターン目にメルーの2アビを使います、敵対を集中させて他のキャラクターの火ダメを減らします、7ターン目にブローディアの1アビが再度上がるっていう形になるんですよ、はい、そうだから、まあ、結構耐えやすくなりますよね。でさっき言ったようにメルー自体がその3アビの吸収効果と1アビのリジェネ効果で耐久力を増してるから、6ターン目に2アビのエングレイブカウンターで攻撃を吸いました、瀕死状態になってますってなっても3アビの効果と1アビの効果で HP をリターンさせることができるんですよ。そう
だからブローディアと組み合わせてフルオート、まあ、今回はフルオートの想定なんだけど、ブローディア組み合わせて1ヤビ使ってメルーの2ヤビ合わせるみたいな形で考えたら、まあ、ちょっと耐久的にはすごい上がるかなっていうような印象を受けました、まあ、ということで、じゃあちょっと今ので説明はわりかし仕切った感じするんで、マキュラマリウスいきましょうか。まあマキュラマリウスだったらその進化を発揮するのは少々難しいんですけれども、どこ行ったかな。まあでもね、まあ、あの古戦場とかってダメージを食らったキャラクターに対して、あの装備ちょっとなんか適当かもしれないけど許して、あのダメージを食らった敵に対してのみデバフをつけるっていうようなことが結構あるじゃないですか、古戦場って。だからメルーの2ヤビで敵対心集中させてあげながらも、これ1ヤビで弱体無効なのよ。そう、1ヤビで弱体効果無効っていうのが、あのメルだけ永続でつくのね。しかもディスペルも無効だし、トリプルアタック使用後はっていう風になってるから、かなりですね、耐久、まあ、そういう敵に刺さる可能性は高いかなっていうような感じ。だから CT6 だから6ターン目の時とかに敵の攻撃を受けられるようなフルオートの火力調整を行って、で6ターン目に多段系の強力なデバフを打ってきます、特殊を打ってきますっていう敵に対してニアビを合わせるみたいなちょっと難しいって思うかもしれないけど、まあそういうことを考えたら、まあ、ワンチャンあるかなっていうような印象ですね。はい、まあ、ちょっと火力見てみようか。まあ1ヤビを常時使えるので火力的にはいつもこんな感じ、80万76万75万50万、まあ50万が基本ですよ。あの水着ブローディアがデフォーまである、うん、だからまあ多分あの火力的には高いはず。ちょっとなんか分かりづらいかもしれないけど、でここで3アビ発動するからダメージを食らっても HP 回復できるし、で、まあ、そこからあの1アビのリジェネで毎ターン毎ターン回復するから、まあ、火ダメ 3回目かトリプルアタックを3回目した時に敵対心アップがつくんで、まあ、この次のここの TA ですね。でまあ、あの前のメルーの動画で言ったんだけど、3アビの CT が、あ、違う、3アビの効果が2ターンなんですよ。そう、3アビの効果が2ターンで、効果時間が2ターンだから3アビ使ってトリプルアタック、トリプルアタックで奥義を使います。で奥義時点でインペリテリ3アビが発動して、さらにトリプルアタックをしますっていうような感じになってるので、メルは最初から3溜まるんですよ、その戦士のたけり効果が。そう、戦士のたけり効果が最初から3溜まるっていうような感じになっているので、まあ、あのその分敵対心アップとかは、まあ、早めに発動できますね、まあ、メルとメルー、多分公式メルーなんだよね。あ、そうで、ここで2ヤビ使ったよね。で次ターンにブローディア1ヤビ上がるから、まあ、ここで特殊が飛んできます。アクアラナキラ、俺メルーとメルーでちょっと今葛藤あるからさ、ちょっとちょっとなんか今迷ってるところ見えてると思うけど勘弁してください、まあ、ここで 52%、 まあ多段、敵対心上がってるから攻撃を受けます。はい、でブロック効果もついてるから今一撃のダメ800めちゃくちゃ下げました。でここで次ターンに水着ブローディアに1ヤビが入るんですよ。そうだから、まあ防御性能、まあ、他に絶対生かしたいよっていうキャラクターがいる場合とか、火ダメージによってそのどんどんなんだろうな効果が下がる。例えばだけど、ハレゼナ、例えばハレゼナ の攻撃を受けたらレベルが2下がっちゃいますよとか、まあ、そういうような仕様を考えると、まああのあれだよね、メルは耐久というかその攻撃を吸い寄せることができるっていう部分で優秀かなっていう風に思いましたね。さあここで奥義を打って次ターン TA だね。ここ結構でもなんか普通に自分自体が攻撃力高くなってるから、その1アビの効果によってね、まあ、かなりアタッカーとしても優秀だし、防御力的にも敵対心アップの関係で優秀だしっていうところで、まあ、使いやすいキャラクターだなっていうのは思いましたね。まあ、デメリット挙げるとするならリジェネモーションが結構なんか毎回入るんで、1アビが使われるからピロロロロンなので、そうこれでちょっと時間を食っちゃいますね。そうこれでちょっと時間を食っちゃうっていうのは正直そのフルオートで言うと遅くなる要因になりがちなので、うん、いやこれ結構火力で高いよね普通にっ
ていう感じになってます。まあ、ちょっとモーション的にっていう感じですが442回復、まあ、防御力も激烈に高いし敵対心も上げてくれるし、でさらにはまああのカバウで攻撃引き寄せることもできる。さらに自分だけとはいえ弱体効果が無効になってるから、常時弱体効果無効になってるからさ、まあその分なんかこう絶対食らいたくないデバフとかは、まあ最低でもメルーだけ避けれる。うん、まああの最高の状態だったらニアリを使ってその敵の攻撃が食らった敵に対してデバフがかかってしまいますみたいな感じのやつだったらメルが全て受け止めてくれるっていうような感じですかね。もうちょっと攻撃性能上がるとよかったけどな。まあちょっと欲を言うのであればだけど、もうちょっと攻撃性能が上がってたらなんかさらに使いやすかったのになというその欲こそあれど、まあメルはかなり防御性能高くて HP 回復欲しかったよな。そう、最終上限解放前って防御力すごい高かったけど、どうしても自利品になっていつか落ちちゃうよねっていうようなキャラクターではあったんだけど、まあメル自体がその HP 回復手段っていうのを得たことによってかなり回復能力が高い、まあ、だから継戦能力が結果的に上がったっていうところで、まあ優秀になった、最終上限解放で優秀になったなっていうような感じはしました。うん、まあ今後ね得意武器斧槍の土キャラが TAG 土追撃効果っていうのがついてるから、まあそこら辺でその槍斧の優秀キャラがもっと増えたら、まあ可能性とかある、もっとさらに増えるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあ例えばだけどあれだったらどうだろうね、ゼタラがカイムネモネ、あ違うメル、例えばだけどね例えばこういう手段もあるんじゃない。だからカイムって全部得意武器、武器スキルの、あ違うかこれ武器スキルか、キャラクターの武器スキルだもんな、そうだよな武器スキルだもんな、そっか、なんかこれが斧やり得意になるかなと思ったけど、ワイルドカードそこまで優秀じゃなかったわ。武器スキルの得意武器か、だからカイムちょっと影響されないのか。ゼタラガの一アビをカイムでパクったら面白そうじゃないと思ったけど、ちょっとなんかワイルドカード勘違いしてたわ。まあ、そういうこともあるかもしれない。まあ、いつかキャラクターが増えたらもっともっと覚醒するかもしれないし、現状のフルオートでもまあレオナが一応斧キャラクターっていう風に、槍キャラクターか、槍キャラクターっていう風になってるから、まあ相性が良さそうかなっていうような感じです。はい、ということで、まあ俺の中のメルの評価だけどね、まあ割と高いですね。まあ、150Hz のフルオートとかだったら、まあ前回は水属性誰だったっけ、龍吉公主か、まあ龍吉公主はそんなにきつかった記憶はないけど、まあ特殊な多段系のデバフとかが来た場合はメル1アビ2アビで全て吸収することができるから、まあそういう意味で使うことはありそうかななんていうふうに思いました。そんな感じです。参考になれば幸いでございます。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。